今度はもっと上の方から滑ろうぜ。僕はいいよ。たく、こんなんでビビりやがって。シマリス、俺たちだけで滑ろうぜ。ボノボノちゃんがやらないならシマリスもやらない、ボノボノちゃんがやらないからシマリスもやらないの。いじめる？ねえ、いじめる？いじめる？いじめる？け、シマリスいじめるよっか。こっちの方が面白いや。本当におめえらやらねえんだな。なんでだよ、面白いのによ。いいよ、分かったよ。俺一人でやりゃいいんだろ。どうせどうせ俺と滑るのが嫌なんだろ。ちょっと高すぎるかな。えい、かまうもんかい。行くぞー。うわー、これたまねー。すげー、すげーぞー。アライグマくん、おもしろい。おお、おもしれーよー。なんとー。うわー、アライグマくん悲鳴あげてるね。そうみたいね。助けてくれよ。なとこ見せるとあいつらきっと大変だったね。アライグマくん、やらなくてよかったわね、ボノボノちゃん。ねえ、なんて言うんだぜ、チキショウ。こうなったら、あ、アライグマちゃん空を飛んでる。すごい、アライグマくん空飛ぶ。アライグマちゃんどうでいい、すげえだろ。大丈夫かな。行ってみましょう、ボノボノちゃん。待ってよ、シマリスくん。木の枝に落ちたからよかったものの、無茶なことをしたもんだ。いって、もっと優しくなれてくれよ。アライグマちゃん大丈夫？どうだ、俺の飛びっぷりは。飛ぶ？そうだよ、アライグマくんが空を飛んだんだよ。さほど珍しくもないさ。空を飛ぶのは鳥だけじゃないんだよ。お前たちだってその気になれば。僕たちも飛べるの？どうやってだよ。お前の親父に聞いてみな。昔アライグマの親父は空を飛んだことがあるらしいからな。親父、本当かよ。砂取り猫め、余計なことを教えやがって。親父教えてくれよな。どうやって飛んだんだよ。すっげえだよ、パパのバカ。アライグマのおじさん教えてよ、どうやって飛んだの。しょうがねえな。じゃあここだけの話だぞ、10年に1回な、金色に輝くという不思議な芋、モロちゃん芋っていうのがあるのよ。モロちゃん芋？そいつを食うとな、とてつもなく大きなおならが出るのよ。じゃ、その大きなおならで空飛ぶってのかよ。おめえに話してんじゃねえよ。すごいや、おならで空を飛んじゃうなんて。3、2、1、0。すごい。あれから10年、そろそろまた金色に輝いてるかもしれねえな、あの芋。そのお芋どこにあるの？アライグマのおじさん、こればっかりは教えるわけには。もったいぶらねえで教えろ。目はすっこんでろ。いいおじさん、誰にも言わないから教えてよね。そうだな、何事も経験だ。あんなモロちゃん芋はな。おい、あったか。ないよ、こっちには。シマリスの方にもないです。お芋、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 もいもい、もいよ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 、もいも、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 いも。黙って探せ。だいたい本当にこんなとこにあんのかよ、芋が。アライグマちゃんの
いいから探せ。たく、なんで息子の俺には教えねえで、ボナボナとシマリスには教えんだよ。あのクソ親父。あれがクソ親父だ。僕はもう少し下の方探してみるよ。おいも、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 ボナボナ。ありやがった。モロちゃんね、モロちゃんイモよね。ボサッとしてんなよ。早く引っこ抜くんだ。せーの、よっ、よっ。よし、早速俺から食ってみるぜ。味は大したことねえぞ。それでおならしたくなった。バーカ、まだ食ったばっかり。なんだこれ。うわすごいや、すごいや、ライグマくん。本当に飛んでる。これが飛ぶってことか。これいいや。プップップーってな。なんであの芋のこと秘密にしとかなきゃいけなかったんだっけかな。そうだ、確かあの芋食いすぎるととんでもねえことに。もう僕たちおなら出なくなっちゃったよ。残しといてください。うるせえ、全部俺のだ。食った食った、これで好きなだけ飛べるぜ。いいか、これから俺のことを空飛ぶアライグマさんと呼べよ。俺の飛びっぷりよく見とけ。なんだ、うわ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 、なんだこれ。アライグマくん飛んでっちゃうね。ほんと、空飛ぶアライグマさん。あららら、間に合わなかったか。ああ、おじさん、あのバカやっぱり食いすぎやがったな。どういうこと。ああなっちまったら1週間は降りらんねえや。へえ、腹に溜まったガスがなくならねえ限りな。